これは足ダッシュで行こうぜ。どうも武田でございます。刻んで行こうぜ。ケツからチキンカレーよしきさん、はい、なんと、はい、福井で 800m 大西さんと対決決定。過去コロナの関係上なくなるファイアリー緊急事態宣言中でめちゃくちゃ人増えてるんで、いろんな大会なくなってます。特に8月の大会がなくなってるので、これはちょっと真面目な話なくなる可能性があるので、開催がある可能性があるとしてもエントリーはしております。はい、8月27です。はい、7月心の病にかかりました。まあ前回の動画見ていただいてね、はい、本来は8月3000 の, あのタイムトライアルを予定してたんですけど、うん、8月27の800の試合があるということで、うん、3000のタイムトライアル一回置いておいて一回800に集中すると。なるほど。なので3000はもう少々お待ちくださいと。9月予定ですね。9月か10月か。おい、まずはもう一回気持ちをしっかり入れ直して体を作っていくと。大西さんとの対決に向けて頑張っていくと。鈴木さん、はい、大西さん、はい、2分切り狙ってます。いやそれはちょっとやばいね。やばい。あくまで大西さんに勝つっていうので、タイムは今回はあんまりこうこだわらないというか、出たらラッキーで大西さんをひたすらターゲットにしていくっていう感じで、今日が初めての復帰練ということで、復帰練、はい、来た。復帰練にもってこいのインターバル練習を皆さんに教えながら今日やっていこうと思います。はい、はい、練習メニューどうぞ。 200×10本でございます。来たー、この炎天下、はい、35度4度ぐらいありますね。はい、最悪のコンディションです。はい、なんで210本かと言いますと、 200m っていうのが絶妙な距離でして、200という距離が絶妙に我慢できてしまう、一人でできてしまう、なおかつ復帰で無理もせず怪我のリスクも少なく抑えられる、確実にインターバルをこなせる距離っていうので 200m10 本を設定しました。はい、設定タイムなんですけども、はい、800があるということで32秒設定で、インターバルは90秒。このインターバルも本来は60秒でいきたいんですけれども、復帰練ということで自分が我慢できそうな設定タイムで設けました。しっかりもがけるように、我慢できるようにインターバルを味わっていきたいと、まあ、そういった所存でございます。ありがとうございます。よしきさん、はい、貧血じゃないんで大丈夫です。ただの心の病マジでちょっと切り替えてもらうということで頑張ってください。頑張ります。はい、いってらっしゃい。頑張るぞ。ダッシュで行こうぜ。今日のシューズ紹介、テレレレテレー、ペーパーフライ2でございます。9ですね。やっぱね、改めて履くようになったけど、うん、1より全然フィット感いいわ。やっぱりいいか、ニット、うん、どうですか、夏になってこのニット涼しいですか。最高、最高、マジで最高。 YouTuber がみんな1の方がガシッとできるから、ガシッとがタイプの人は1の方がいいかもしれないって言うじゃないですか、うん、全然ガシッとする。いけますと、うん、じゃあこれで今日頑張ると、うん、もうね、ほんと昨日持ちようだったんだなって履いてみて思いました。昨日持ちようしっかりしなきゃいけないのお前の心じゃね。はい、ということでですね、ジュシさんの今日のアップなんですけれども、キロ4で3キロトラック行っております。バスッとやってしっかり体を起こすっておっしゃってましたね。こういうアップ結構やるんですかね、ヨシキさんは。ちょっと後で聞いてみないと分かんないですけど、病み上がりからどんな走りになるのか、まあ楽しみですけど正直。いや、ヨシキさんが走ってるとキロ4ってこんな感じでいけるのと思うけど、俺キロ4走るとさ、マジできついんだよね。なんだろこの違い、悔しいんだよね。え、練習終わった？やばい、マジ動画で伝わるよ。やっちゃダメだね、すごいきつい、マジ。今3キロ4分ペースでやってきたね。アップしてきたんですよ。やばいね、やばい。場合によってはちょっと状態が把握できてないから、今もしかしたら5本2セットに変えるかもしれない、うん、ちなみにあと倒れても俺全然追わないからね。追えよ。夏ですね。夏だね、うん、サマーだ。ダッシュで行こうぜ。さあ 200m、 ちょっとやっぱ暑そうなんで、5本2の可能性もあります。まあしっかりこなしていきましょう。よしきさん頑張れ。まあ先ほどもお伝えした通り、セット間は60秒のジョグで 200m 行くという感じですね。25 26 27 28 29 30 3131秒2。きつそうです。ちょいきつそうかな。やっぱ風強いんでね、ちょっと走りづらいとこもあると思うんですけれども。さあ2本目、はい、手上げて、そっから5。さあ行きました。
2本目です。うん、悪くはないですよね、僕ね、横からの絵は悪くないと思います。いや、余裕持ってね、余裕持って、うんうん、やっぱ、ごめんなさい。6秒 7、8、9、30、31、32、32秒5。いやー、さあ次3本目ですね。さあ元気出していこう、頑張るしかないよ。しき行け、行くんだ、ジョグに覇気がない。いいよ、でもいいいいいいんですよ、やみ上がりなんですから。はい、オッケーオッケー、いいよ、行きます、よーいゴー。はい、オッケーです。うん、さあ3本目いいじゃんいいじゃん、やっぱ動きいいんでね、自信持ってもらいたいとこです。6、7、8、9、30、31秒9、動きいいぞ、しっかり進んでいこう、丁寧に進めば絶対結果出る、大丈夫、信じろ。手上げなくなっちゃった。手上げなくなっちゃった、ちょこっち手上げなくなっちゃったんで、あの僕の感覚で言いましょうした、ちょっと疲れてね、手上げなくなっちゃいました。まあそういう時もあります。うん、動きも軽快ですね。よし、やみ上がりのところでちょっと体がだるいところですが、しっかりやっていきましょう。4、5、6、7、8、9、30、31、31秒6、お、なんかジョグにも活気が出てきました。顔は、武田目線死んでますね、これ完全に武田目線死んでます。頑張りよしき、さあ5本目、手を開けてくれない、開けてくれない、ここだ、手を開けてくれない、5本目 もう完全に手を開けてくれなくなりました。手を開けるのも疲れたよ、言ってね。そういうわけじゃない、いよいよ悪くない悪くない。あ、そうそうそう、さっきねちょっと腰が落ちてるというかは、あの腹筋が抜けてる感じしたんで、ちょっと腹筋に近いでほしいなっていうところでちょっと声かけたんですけど。25、26、27、28、29、30、31、31秒5。いいよ、動きいいよ、動きいいよ、なんだかんだ1秒で安定してるから、うん、腹筋だけ力入れな、あと全部いいよ、うん、腰が落ちてるんじゃなくて抜けてる感じする。うん、それは俺もね、うん、分かる分かる。じゃあ行ってらっしゃい、頑張れ。ごめん、タイムかかれてない。6本目です。ちょっとビデオの準備お疲れました。腹筋腹筋、ごめんタイムない。いくぜ。はい、オッケー、7本目です。後半しっかりやっていきましょう。手上げてくれるかな、上げてくれない。さあ7本目となりました。ちょっとね、あ、大丈夫か。一周しっかり休んでからの6本目が多少だるい感じしたんですけど、この7本目しっかり動けてると思います。ちょタイムもね32秒5とかかかってたので、まあ設定は守れてるんですけど。6、7、8、9、30、31、32、32秒0。いいよ。さあ次は8本目になります。大丈夫大丈夫、落ち着いていこう。よーいゴー。はい、手上げてくんないからね、スタートの位置多分ちょっとずれてるかもしんない、ごめんねみんな。さあ動きはどうか、ちょっと腰が抜けてる感じにする。お、立った、うん、でもこの絶妙な位置超大事なんで、
そう頑張れ、いいぞいいぞいいぞ、5 6 7 8 9 30 31 31秒8、はい、いよいよしっかり行こう、行きます、よーい、ゴー、落ち着け、そう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 、落ち着いて落ち着いて、しっかり淡々と行こう、いいじゃない、いいよ、足と腕とのタイミングで腕振りと下半身の連動しっかりさせていきましょう、いいぞいいぞいいぞ、5 6 7 8 9 30 31 31秒2、よっしゃラスト、ラスト上げる、やばい、おじいちゃんになってきた、よしきおじいちゃんになってきました、皆さん頑張れよしきおじいちゃん、さあ 200m10 本、ちょっと長い旅でしたがラスト1本のところまで来ました、さあしっかり刻んでいきましょう、ラストも設定通り、よーいゴー、いいよいいよ、動き悪くないからね、やっぱりこうやって跳ねれますからね彼もね、うん、いいところだと思います、さあその自分の良さをしっかり忘れず、お、いいね、もかけてる、 100m の通過いつもタイム見てたんですけど見ないでます、2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 31秒4、 OK ナイスラン、練習後にねドリンクを持ってきてくれる優しいマネージャー今からやりたいと思います、よしきさんどうぞ、うん、え、うん、練習後にドリンク持ってくる優しいマネージャーやったんですけどどうですか、ちょっと待ってこっちよ最後までご視聴ありがとうございました、それでは皆さんまたのご機会に、さようなら、あ、こっちだ。